ニュース解説です。毎週月曜日は神戸在住の経営コンサルタント CF ステーション社長の山本雄二さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。今日はどんなニュースに注目されますか？はい、今日はですね、日本のチーク菓子のお話をさせていただきたいと思います。チーク菓子、チーク玩具、その類になるんでしょうか？はい、そうですね、チーク菓子ということなので、お菓子を通じて少し、経験とか体験をしてみるような、少しそういうチークということなので、お子さん向けのですね、少し体験型のお菓子っていうものになるんだと思うんですけども、例えばこれ日本でチーク菓子って言ったらなんだっていうとですね、おそらくこうチーク菓子としてはイメージ湧かないけど、ねるねるねるねということを言うとですね、あ、そういうやつねっていうことで、多分お分かりいただく方が非常に多いんじゃないかなと思うんですよね。スーパーのお菓子のコーナーに行くとバーンとありますよね。はい、あります。あ、もちろんお子さんがいらっしゃる方じゃないとなかなか入らないエリアではあるんですけどもね。ありますね。私も本当に子供の頃にですね、ねるねるねるねってテレビの CM ですごく覚えていて、とんがり帽子をかぶった魔女風のですね、女性の方が出てきて、で粉と水を混ぜてですね、ねるねるねるねってことを言ってですね、ありましたね、混ぜていくと色が変わって、へへへへって言いながらですね、ありましたね。はい、これですっごい印象が残ってるんですけども、この分野が、いわゆるそのチーク菓子っていうことなんですけどね。これ8月7日のですね、 IT メディアビジネスのオンライン配信で、記事化されていたんですけども、このねるねるねるに代表されるようなチーク菓子がですね、海外でも結構今人気になっているという、そういう記事があったんですね。はい、で今私が使っている言葉で、そのチーク菓子という言葉も、実はこれ全体の総称かと思ってたらそうではなくて、こういうものを展開しているクラシエさんという会社さんが表彰を取っている言葉ということなんですよね。そうなんですか。ちょっと前だったらそれ駄菓子で一括りにされているものをチーク菓子っていうふうにネーミングすると、すごく何か効果があるっていう感じがしますよね。そうですよね。でこれ1986年にですね、先ほど私も子供の頃に一曲やらせてもらったねるねるねっていうのが発売されて、で昨今はですね、この理科とか科学へのこう興味を刺激する教材としても、授業の教材として使うケースも出てきている学校もあるということらしいんですよ。ですのでやっぱりその理科とか科学とか、そういう実験とかですね、こういうところにこう刺激を与えて、面白いなと思わせてくれるような部分で、活用される機会が増えてきているということなんですけども、海外もですね、実はやっぱりこう今 SNS がこう2010年ぐらいからですね、広がってきている中で、海外の日本の文化好きの方々がやっぱこういうものに着目する機会を得たんだと思うんですけども、知ってですね、それを海外で発信し始めたことがきっかけで、海外の方でも、こういう日本のチーク菓子っていうのは知られるようになってきたみたいなんですね。で、それを契機にですね、2015年にはですね、このねるねるねるねと同じようなポッピークッキンシリーズっていうそのチーク菓子をですね、海外展開を開始してまして、クラシエの方では現在14カ国地域にですね、輸出をしているということで、アメリカ、中国、それから韓国、台湾、香港などですね、このあたりに結構出荷しているということなんですよね。ちょうどですね、世界的にコロナがあったと思うんですけどもね、これコロナ禍だと大体いろんな産業がですね、衰退といいますか、一部減益がすごく続いた時期が多かったと思うんですけど、この商品は逆にですね、家中需要ということで、やっぱこもってる間に何をするのかっていうところのですね、需要をうまく拾ったみたいで、売り上げの方もですね、上がった分野として珍しい分野ということで、見られているみたいなんですよね。で、その海外の方のその、売れてる勢いっていうのもですね、実はドン・キホーテさんとかで、結構その海外の方が日本のお菓子とかをお土産として買うケースというのは増えているみたいなんですけども、そのチーク菓子はですね、インバウンド需要の方の売上の伸び率、伸長率で見るとですね、2022年から2023年比較すると 312% 増えているということがあって、かなりお土産としての人気っていうのも高まってきているということみたいなんですよね。で
これ結構皆さんのですね、普段お使いになられているスーパーのお子様 の、 お菓子売り場のコーナーとか、最近その駄菓子屋さんとかもなくなってきてるので、スーパーでもこう駄菓子のコーナーみたいな作ってるとこ多くなりましたけど、あの辺りに結構ね隣接して置いてたりとかするので、うちのまあ子供なんかもたまに買ったりとかしてますけどもね、確かにそのねるねるねるねっていうのは、まあいろんな味がちょっと増えてきてるみたいで、まあそれによって色も変わってくるってこともあって、そういうのを楽しんでるっていうのはまあ見受けられたりしますけどもね。このねるねるねるはですね、国内だとこのチーク菓子全体の売り上げっていうのは今全体、国内売上全体65億ぐらいあるらしいんですけども、このねるねるねるね1商品だけで15億円稼ぎ出してるらしい。ですのでもう圧倒的にそのチーク菓子イコール国内ではねるねるねるねっていうところに紐づいていて、最近企業としての取り組みとしてはですね、先ほど言いましたように、まあいろんな味、例えばマスカット味とかソーダ味とかですね、積み立ていちご味とか、こういういろんな違う味をこう出してきたりしてるのと合わせてですね、実はこう地域のお土産、観光のお土産としても取り上げてもらえるようなその仕掛けをしてるんですよね。例えばあの北海道になりますとね、北海道ミラクルメロン味って言って、例えば新千歳空港で販売してたりとかしてますし、沖縄になると那覇空港で沖縄パン味っていうのを販売したりとかしてるんですよ。ですので、まあ、このあたり国内ではやっぱり一強と言われているのがねるねるねるねをですね、いろんな形で味をバリエーションを増やして展開しているという形なんですよね。ただまあ海外になりますとね、意外とそのやっぱりこのねるねるねるねっていうこのネーミングがなかなかその海外向けに持っていくの難しいみたいで、もう一つの別のブランドとしてポッピンクッキンっていうそのシリーズでいろんな展開をしてる、まあ、そっちの方が海外では受けてるみたいなんですけども、例えば楽しいお寿司屋さんとかね、楽しいお祭り屋さん、袋お弁当とかですね、こういった箱でになってて、その中で粉と水を混ぜながらいろんなものを作っていくっていうような、こっちが結構海外では受けてるみたいなんですよね。私もこう娘がちっちゃい頃はよくそれ買いましたね、はい、お寿司屋さんとかそうですよね。本当になんかスポイドからなんかその液たらっといくらの玉ができてねみたいな、そうですねですよね、大人も確かに楽しめますね、あれは一緒に作って楽しかったですから。そうなんですよね。だからまあこういったものとかっていうのも僕は結構例えば子供を実家に連れてったりとかね、帰省したりとかした時なんかに、まあ、その地元のスーパー行って、例えばこういうの一つ買って、こうおじいちゃんのおばあちゃんに作ってもらったらみたいなということで、用意したりとかもしますけどね。やっぱりこう一緒に作る楽しさっていうのをまあ誰かと共有したりとか、特にまあ普段一緒に住んでないおじいちゃんとかおばあちゃんとかとこう一緒にやるとね、楽しくもなりますし、コミュニケーションの測り方というか距離の縮め方もまあ結構スムーズかなっていうふうに思っていて、まあ楽しみながらなんか一緒に孫と楽しんでもらうっていうのもまあ大事ですし、まあ子供からしたらやっぱおじいちゃんおばあちゃんとやっぱりこう接点をしっかり持ってもらったりとか、一緒に作ったっていう思いで残してほしいとか、まあ、そういう意味合いでもまあこういうの買ったりしますけど、結構そういう意味ではね、こういうチーク菓子っていうのもなかなか活用のしがいがあるもんやなっていつも思うんですけどね。まあもう一つだと思うのは、まあ僕たちの子供の頃に結構例えば遊びと教育っていうのは真反対にある存在に結構捉えられてたことが多かったと思うんです。まあゲームもそうなんかもわかんないんですけども、遊ぶと、まあ、教育は別の話っていうか真逆にあるものだったので、それがリンクするってことはなかなかなかったですけど、こうやってまあお菓子をまあ通じて自分たちの子どもたちにまあものを作ったり実験することの楽しさを知ってもらうとかっていうのもそうでしょうし、まあ、最近だとまあテレビゲームとかでもですね、やっぱりそのゲームを通じてまあ教育に生かすっていうような、そういう教材も増えてきたりとかしてますけどもね、なんか少しその遊びと教育のまあ両眼にあったようなものが、いや遊びを通じてそこに刺激を生み出して、まあそこに深掘りしていくっていうような、この流れを作っていく、まあ、初動のところにすごくまあキーポイントになってきてるよなっていうふうに感じるんですよね。そうですね。
まあ、そういった意味ではね、やっぱりちっちゃい時にやっぱりその知識の詰め込みという教育ではなくて、やっぱりいろんなことを体験させたりとか、楽しかった、面白かったっていう経験を増やすっていうのは、確かに教育上いいのかもしれないなっていうようなことを考えると、うん、こういう知育、まあ、お菓子を食べる一つをとってもですね、そこに一手間加えて手作りで何かを作ってみるとか、なんかそういったことをやっぱり加えていくっていうことはやっぱりすごく大事なことなのかもしれないな、まあ、そこに商品としてまあフォーカスしている企業さんっていうのはやっぱりある、うん、やっぱりすごいなっていうところも見受けられます ね、 ねえ、言葉では学ぶことが楽しむようにってよく言われるんですけれども、うんうん、なかなかじゃあどうやればいいのかっていうところが大人の課題だったんですよ。本当に取っかかりやすいですよね、うん、あ、これも学びなんだっていうふうに思いますもんね。なるほど、うんうんうん、いいところをついてきましたよね。そうですね、倉重さんもね、ね、これ夏休みでね、はい、ちょうど今帰省されてる方もいらっしゃると思いますし、うん、まあ、夏休み長いですから、まあ、日中暑いところで、まあ、子どもたちとどう過ごすのかっていうのね、やっぱり日々考えられる部分もあると思うので、こういう地域菓子一つ取ってね、うん、なんか一緒になんか親子でやるとかするっていうのも、まあ、一つ大事なのかもしれないですし、いいツールになりそうですね。そうですね、うまく使うといいですよね。そうですね。お話は神戸在住の経営コンサルタント CF ステーション社長の山本裕二さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。